春山城は、品濃国多海軍にあった、日本の城である。1に、春山、2に、二色、3に倉骨と数えられた堅固な要塞であったとされる。昭平24年、王安2年この城の守備をする、加藤の左近倉人は守後の入国を阻もうとする、国人衆に2ヶ月近い長期にわたる攻撃を、受けていた。このため関東官僚を兼ねる品野守護の上杉。 友房は守護大の藤家屋入道の守備する全光寺を目指して関東から出陣した。そしてこの城から悲賀の平芝へと陣を移して転戦した。途中の栗田城でも西木古庫での攻防戦を制しつつ全光寺に至っている。この間に全光寺を消失したとされているので、この戦火に巻き込まれたものと考えられている。また、戦国時代には、 井上氏の城であった。川中島をめぐって、戦いを繰り広げた武田氏と上杉氏との間で、井上氏も一族で武田方に、面内井上氏上杉方に、井上本家が、とそれぞれに分かれたが、春山城も武田方と上杉方の間での戦いの、舞台となった。工事二年面内要害と呼ばれていた、この城を武田方が守備していた。しかし、 神杉法の高梨昌頼の家臣である今清水太郎、二郎らによって攻撃されて落城した。この際の武田方の守備上昇が誰であったかは、富永氏、綿内、万光、小坂祇園らの名が上がってはいるものの特定されていない。ありがとうございます。